はいどうも、おもちゃねるんです。さあ今回はですね、ドーンと、はい、さらにドーン、はい、ドンとドンと、よいしょ、ほいほい、でポンポンと、でこいつによいしょよいしょと、はい、こんな感じで今回はね、今月のトミカをはじめいろいろとね、またねプラレールとかね、トーマスの商品をね買ったので、どんなものがあるのかね、ざっと見ていきましょう。まずはね、なんといってもね、今月のトミカの新作ですね。で今回はラインナップの番号が近いですね。34番と35番です。まずね、番号小さい方、34番がランボルギーニ裏缶のペルフォルマンテですね。こちらが今回は通常仕様がオレンジ色のカラーかな。で初回特別仕様が黄色っぽい感じ。なんかカラー的にはね、同系色っぽいんで、イラストでは違いなさそうなんですが、まあこのあたりの違いはね、実際どれぐらい違うのかね、ちょっとね開けてね見てみるのがね楽しみですね。でもう一つのねラインナップが番号連番ですね。続いて35番ですね。メルセデスベンツの G クラス。色はねシルバーですね。で箱の大きさがねちょっとね太めのタイプになってるんで、車体もかなりね大きくてしっかりできてそうですね。まあこちらもねどれぐらいのクオリティなのかね非常に楽しみです。まあこんな感じで今回のラインナップは両方とも外車ですね。まあ豪華っちゃ豪華なラインナップかなとね個人的には思います。でトミカの方もう一台ありまして、はい、こちらがディズニーモータースのドリームスター2デイジーダックホワイトデーエディション2018。こちらがね去年実は買ってたこのバレンタインエディション2018のドナルドダックね、これのねデイジーダックでホワイトデーバージョンです。あのドナルドダックの方もねまだね紹介してなかった状態なんで、これはねもうねせっかくなんで2台ねついでにね一緒に紹介してみたいと思います。ちなみにねこれ出たのはちょっとだけ前ですね、2、3日前だったと思います。で今回ねトミカ商品ちょっとね大きなものがラインナップされてまして、はい、これが結構ねスケールは大きそうです。トミカをいっぱい並びよう広い駐車場のショッピングモール。まあパッケージにねドーンってあるんですが、こんな感じです。トミカがね54台駐車可能な大きなねマップシートがついていて、でここに見えるのがね、まあ、簡単なねショッピングモールだと思うんですけども、こんな感じでマップもしまえて持ち運びもできて、で開いたらねお店になって、スロープもついてるんですかね。まあ本当簡単にね遊べるトミカタウンのねストラクチャー的なアイテムですね。でちょっと気になるのがね、ここにね3段階のレベル表示みたいなのがあるんですよ。左からねエントリー、スタンダード、クリエイティブってあるんですが、まあ今回は多分ね入門って感じでエントリーモデルなんですね。まあこんな感じのね3段階の表記があるってことはですね、このねショッピングモールのね駐車場をね活かせるいろんなねトミカタウンのアイテムが出てくると思います。それもね同時にね楽しみですね。で一応ね箱の裏側も見ておきましょう。はい、こんな感じになっていてね、あ、このアングル素敵ですね。これはちょっとね動画のサムネイルとかに使いたいですね。でも後ろのビルとかね、これ手作りですかね、かっこいいです。これもね非常に本当にあの簡単なセットなんですが、今からね本当とても楽しみなものになってますね。でそれ以外にプラレールのね商品をね少々買ってきました。まずこれがですね、まあ今更感ちょっとあるんですけど、イーロ系新幹線の中間車をね2両買いました。これね、なんでこれ今のタイミングで買ったかというとね、実は確か来月だったと思います。これがねあのね廃盤になってしまうんですよ。ドクターイエローの中間車が発売されて入れ替えですね。なので結構今ね通販のサイトとかでは値段がね高騰していて、まあ実際はそんなに高くないんですけども、まあ手に入りにくい状況になってると思います。あの小町ね僕結構ね好きな車両なんで、まあ今のうちにね安いうちにちょっと買っとこうかなと思ってね購入しておきました。この辺ねほんとねなくなってくると思うんでね、気になる方はねぜひねお早めにね買っておいた方がいいと思います。でそれ以外のプラレール、まずねこのトーマスシリーズが、はい、こちらの2つがありまして、これね先日ね僕のインスタにね写真をちょっとねアップしたところ、ちょっとね間違い探しじゃないのかみたいな商品になっていてね、あ、去年ね発売された、はい、こちらですね。この2つね何が違うんだっていう話になってくるんですよ。まあ多分僕の今の時点の予想ではですね、パッケージの若干の、まあ、この辺のデザインの違いかな、そんな気がしてならないです。一応今回は通常のねラインナップのねナンバーリングとして TS20 と TS21 という形でね発売されたこのね流線型トーマスとシューティングスターゴードンなんですが、まあこれ本当ねおすすめしていいのかどうかね、ちょっとねまだちょっと開けてないんでわからないんですよ。何回も言いますけど多分中身ね一緒だと思います。まあ僕はねコレクターなんでね、まあちょっとしたねこう箱の違いだけでね買ってしまうような人なんですが、ひょっとするとね中身ね若干
干ほんの少しだけね仕様がね違ってたりするかもしれないんでね、またこれね近々ね比較してね見ていきたいと思うんで、ちょっとねそのあたりもね楽しみに待っていてください。まあ多分ねほぼほぼ同じだとは思います。で続きましてそのお隣がと、はい、こちら去年の10月だったかな、発売されました阪神電車の5700系ジェットシルバー5700、はい、こちらちょっとね値段ね高めですがね、上新さんで2700円でした。まあこちらねあのね通常は店頭ではね売っていない車両なんですよ。売っているのは確かね甲子園のオンラインショップとか、あとね阪神電車の各ね駅とかかな。まあ詳しくはあのホームページとかね見ていただければわかると思うんですが、まあたまたまね寄ったあの日本橋の上新さんなんですけど、そちらでね売ってたんで、まあこういったものはねあの見つけた時が買い時だみたいなね、そんなイメージがあるんで、こちらねとりあえず買っておきました。これも本当ねどんな車両になってるのかね非常に楽しみです。まあちなみにあのプラレールこんだけね買っているのはねちょっとしたわけがあるんですが、後ほどねそれはお伝えしたいと思います。でそれ以外にこれがまた安くて、確かねこれは1000円ぐらいです。まあ、一応現行品なんですが、懐かしいじゃ懐かしいプラレールの S21JR 九州湯布院の乗り、はい、実際の車両こんな感じですね。もうかなりね有名な電車ですね。でこれなんでこのタイミングで買ったかというとね、僕ね実はねお恥ずかしながらね持っていないんですよはい、これね持っていなくて、でうちのね子供もねすごく前からね欲しがっていたんでね、なんかちょっと買うタイミングがなくてね、でここだと思って今回ね安くなってたし購入したんです。これはちょっとねあの単体で紹介するかはまあわからないんですが、まあ多分ねまあせっかくなんでね紹介したいと思うんですが、基本的なあの息子へのプレゼントなんで、まあまあ動画を作れたらねざっとねこう流すような動画ですが作りたいと思います。でそれと同じような感じではないか、これは違うね、 S22 のサンライズエクスプレス、これがね上新さんで値段ね表記が1555円になってるんですが、なんかあのもう特価らしくて、実際の値段はね1000円ちょいでした。もう千何十円だったかな、結構お得に買えたんですよ。でなんでね特価かというとね、これねもうすぐ廃盤になっちゃいます。サンライズが廃盤です皆さん、これはね早めに押さえておきましょう、なくなっちゃいますよ。結構ねあの昔の車両で出来もねいいんですよね。まあ今のやつが悪いっていうわけじゃないんですけど、まあ何年かするとね古き良き時代があったなみたいなね、そんな感じでね思いにふけれる車両になってると思うんでね、まあ、多分今でも多分そんな感じになるんですけど、この辺もねあの本当ねあの店頭からね在庫ねなくなってきてると思うんでね、今持ってる方でもね予備が欲しいっていう方はねお早めにね買っておいた方がいいと思います。まあどの店舗でもね値段一緒かわからないんですが、上新さんでは1000円ちょっとでした。ぜひねチェックしてみてください。でですよあのねプラレールをねなぜね、まあこれ以外にも僕ねちょっといろいろね他で買ったものがありまして、あこれも買ってるわ忘れてましたそうそうスペーシアも買ったんですよね。これもまたあの今年で、ね、確かね廃盤予定だったと思います。これも1000円ぐらいかな、そうそう忘れてた、これも買ったと。まあこれも多分ね紹介すると思いますが、まあなんで買ったかというとね、今ねあの新幹線祭りってねやってるじゃないですか。プラレール商品を確かね税別で1500円以上をまとめて買うと1回ね引けるねプラレールのくじがあるんですが、それのね一等があのグリアのね輝きなんですよ。輝きめっちゃ欲しいでしょ。でそれを狙ってまあまあちょくちょくねあのプラレールの商品をね買いまして、今からちょっとねそのね結果をね発表したいと思います。結果はドーン全部外れこれ泣けるわわしみたいなね悲しい。これあのちなみにね全部あの3箇所のプラレールシールで、手元には1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚あるんですが、確か子供にね2枚ぐらいあげたのかな。まあ10回近くねあの引いてるんですけども、はい全て外れです。はい当たりませんやっぱこういうのはね多分ね清らかな心を持ったちびっこにね当たるようにできてるんですよ。はい、なので僕はねまあもう少し多分頑張るとは思うんですが、泣く泣く多分ねまあたまにあのね邪悪な人にね当たってねオークションとかで出品されるんで、こんなこと言ったらおられますかね。まあその方からクリア輝きをね買うかもしれません。まあ楽しみにって言ったらおかしいんですけど、まあその時はねぜひね皆さん首を長くして待っていてください。買ったらねもう速攻レビューしたいと思います。当たったらね多分ね超ハイテンションでレビューしたいと思うんで、そっちの方はねぜひね
皆さんね、待っていてください。僕も待ってます。はい。でこれで終わろうと思ってたらまだ忘れてましたね。 Amazon さんからね届いた箱がございまして、こちらがですね、はい、先日よいしょ、先に見せておきましょうか。はい、このねトラックマスターのマリーンを購入してちょっとねレビューさせていただいたんですが、まあその時にね言っておりました、他の車両ですね、そちらをね、はい、あのねもうトラックマスターって結構すぐにね高くなっちゃうんで一気にですね行っちゃいました。これ今回は使いましたね。はい、まず登場ハリケーンです。あ、ラベル貼りパッシペロンと、はい、こうなってますね。わあ、めっちゃかっこいい車体、やばいですね。汚れ方かっこいい、リアルで後ろにね乗っかってる、ちょっと見えにくいかな、暗いんでね。まあこれはね開けた時の楽しみにしときましょう。溶岩っぽいね、溶岩っぽい。はい、まずねこんな感じでハリケーンを買って、でさらにこちらですね、よいしょっと、はい、こちらがスティームワークスのトーマスくんです。顔汚れちゃってるね、車体も汚れちゃってるね。いやー渋いですねこれも。でさらにですね、こちらも買いました。はい、これがですねまた可愛いレキシーです。レキシー、おーいいね、やばいっすね。ちなみにねこれはさっきのね3つとちょっとねシリーズが違っていて、はい、こんな感じになっていて、他にはハービーと、あとねもう一つがスティーブンもありますね。いやこの辺もねすっごくね気になるんですが、またねちょっと我慢できなくて買っちゃうかもしれませんけど、まあとりあえずねこんな感じでトラックマスターの車両ね今回マーリンをね買ってしまったんで3台ね買い足しちゃいました。ちなみにこれ1台あたりの値段ね、まあちょっと高いですよね、通常のプラレールとかにね、だいたい4000円ぐらいです。めちゃめちゃ足元見られてる、悲しくなっちゃいます。でラスト、この下の大きな箱でございます。これがマーリンを買った時にトラックマスターってプラレール互換じゃないですか。でもですねまあね正直あまりねちゃんと走ってくれないと、プラレール上簡単なコースだったらいいですけどね。でもうねそろそろねほんとちゃんとね走らしたいなと思いまして、いやついにね手を出しちゃいましたね、トラックマスターの。はい、これがちょっとね大きいかな。はい、こちらねトーマスのね車両がついている、これは何になるんですかね。とりあえずね簡単なレイアウトが組めるセットをね購入してみました。一応なんかね新品未開封なんですが、まあこれも多分輸入品なんですかね、若干ちょっと箱がボロいですね。まあまあその辺はまあ仕方ないでしょう。ちなみにねこれね結構安かったんですよ、車両が1個ついてて、これ3000円ぐらいですね、3000円ぐらいで。実はこれだけじゃなくてですね、もう1個ね豪華なレイアウトのセットも買っちゃいまして、はい、こんな感じですね、かなりゴージャス。こっちも車両ついてるんですが、おー、あんまり詳しく見てなかったんですけども、トーマスくんと、あとねスキフもついてますね。でレイアウト的にはこんな感じかな、ちょっとね分かりにくいので裏側見ましょうか。はい、かなり豪華なレイアウトが組めるセット内容になってます。でこれもねまたねちょっと詳しくねいつ発売された商品かねわからないんですが、まあこれ映画的には一昨年ぐらいのやつですかね。で値段の方がこれもね安くてね5000円ぐらいだったんですよ。車両2個ついててレイアウト組めるのに5000円なんで、まあ、トラックマスターにしてはやたらと安かったんですよね。でもね値段に引かれて買っちゃったって感じです、さっきのねレイアウトと一緒に。これでねやっとトラックマスターがねまともに走らせることができるんでね、またぜひね先ほどのねセットと一緒にね、あとね今までに買ったねトラックマスターのね車両もまだねまともにね走ったことねなかったりするんでね、楽しくねいっぱいね走らせてみたいと思います。はい、てな感じで今回は新しいねトミカをね買ってきて、まあついでに最近買ったものをね紹介しようと思ったらね、もうやたらとトラックマスターまあというかトーマスシリーズだらけになっちゃったんですが、はい、こんな感じのねお買い物しましたよ動画でした。いやーなかなかちょっとねまたまたね若干トラックマスターをやりすぎちゃったかなーっていう気持ちにはなっております。またねこちらねいっぱいあるんですがね、まあ、他にもね置いてるねやつとかね、もうツッコミどころね満載の僕でございますが、順番にね紹介したいと思います。まあ、特にトミカはねもう明日のね朝にね出したいと思うんで、ぜひね楽しみに回っていてください。ということでね今回はねこの辺りにしておきましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
あとね、ツイッターやインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。